ね。なぜだって。まずはね、火起こしです。いつもの私の仕事です。先日ひろゆさんにお会いしましたけどね、やっぱり私はこのスタイルですね。トーチランプにエアコン、必需品ですね。マッチ1本でね、着火となってましたけどね、この炭はね、なんか全然ダメですね。騙された気分ですね。これでどや。てっきりね、雨は戻ったんですけどね、まさかのね、カンカン照りですわ。移動移動。この掛け根はね、最高でしたね。まさかのね、ポーズが出てしまいましたね。まあ、A はね、まだ用意ってないけどね、やっぱりエアコンはいいね。中めっちゃ涼しいですよ。22度ぐらいにすぐなりますね。これはほんまに快適。電源サイトありがたい。タンの次はね、ハラミですよ。食材までロビアで買いました。最高ですよ。ピーマンはね、自宅の屋上で採れたものでね。このアワビはうまかったね。これは最高でしたわ。今回もね、丸大さんのリンクをね、貼っておりますんで、皆さん、来てくださいね。
ャンプに来たらね、やっぱり焚き火ですよね。汗かきながらね。このねマシュマロのね時間は本当に楽しかったですね。やりすぎない。あ、ま、あこういうもんか。わー、スッと吸うだけで終わりやわ。いただきます。今まででしたらね、キャンプに行っても、はい、それだけだったんですけどね、 YouTube を始めてもう3年になりますけどね、やっぱりこのようにしてね、映像を残せるということはね、素晴らしいことやなと最近つくつく思っております。本当にひ孫と見るのがね、楽しみになってきました。チャンネル登録者数もね、1000人を超えまして、本当に皆さんありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日はね、久しぶりに、キャンプ場に来ました。本当はね、孫とかね、みんなで来たいんですけどね、なかなかそれは叶いませんけどね、今回はソロじゃなくて、嫁と一緒にね、来させてもらいました。なかなかね、楽しいキャンプ場ですね。周りにもね、笑い声が絶えないですね。笑ってワイワイやってます。今日はね、まあ金曜日なんでね、なかなかね皆さん休んで来れないと思うんですけども、私はねやっぱり休みの日もねいっぱいなんでね、そうじゃなくて平日にできていただきたいなと思って、やっております。聞こえますかね、笑い声。バイバイやってますよ。今回のね、このキャンプ場が本当に気に入りました。またね、次回も来たいなという、そういうキャンプ場になりました。また有益な情報を流したいと思いますので、よろしくお願いいたします。いつもはね、ドローン飛ばすときには嫁のね昔の携帯で飛ばしてたんですけどね、
まあ、それは SIM カードが入ってないんでね、今回まあ6月20日以降での、規制にかかったようなんですけども、それでも飛ばすことはできなくなりました。これから飛ばすのはね、 SIM カードが入って携帯に完全にね電話つながるような携帯でないと飛ばせないということが、ね、今回初めて分かりました。どんどん厳しくなりますね。この先どうなっていくんでしょうか。田んぼの横はねソーラーパネルのようですけどね、私は全部田んぼのままの方がいいな。
さて今日はね、メロンを収穫しますよ。この子収穫したらいいでしょ。これ上手だ。ではいっちゃいます。その麓まで来たわからないか。そうか。メロンです。よいしょ。これはね、ここにも全部で4つですか。トマトはいいけどね、キュウリがちょっとでかすぎ。40センチありますね。さあここでね、ちょっと100均で買ってきたね、こんなのちょっとわからんけど、ちょっとなんかこれや、ここで取れんの、これいますかね、炎このまま燃やすってなってますのでね、このまま入れんの、ちょっとやってますね、ちょっと怖いけどもやってます。いけ、おお、すごい、うわすごいやん、